どうも野田博士です。今日はですね、私の犬友達が始めましたガチョウカフェグレートティッキさんにお邪魔しております。グレートティッキっていうのは、ね、シジュウカラって意味なんですよ。こちら小鳥が今この時期だけ、ね、今来てるんで、ぜひちょっとこちらを行ってみたいと思います。行きましょう。もともとこちらがご自宅で、こっちを2階部分を民泊として使われたということで、ただこのご時世ちょっと、ね、お客さんが少ないのでカフェに改装したという形ですね。こんにちは。行きましょう。こちらで靴を脱ぎますね。よいしょ。本格的な手作りのマフィンの、あ、コーヒーも、コーヒーも作ってありがとうございます。あ、いい香り、ちょっといただいてみようと思います。チューとして食べ応えがありますね。うまい。ちなみにここはあとアップルとレモン、最初の頃チョコバナナもあったんですけど、僕チョコバナナが全部制覇してます。非常にね、美味しいですね。まあ、鳥を見ながらね、ちょっとこうやってゆっくりと時間が流れる。あ、これね、下の方で人が来るとホウケイヨとウグイスが鳴くような仕掛けになってます。機械です。あ、素敵なお家ですね。プレオープン、これでおしまいになっちゃうってことですね。はい、そうなんです、はい、残念ながらちょっと鳥がもう冬畑しか家が冬場しか来ないので、はい、ちなみに来た鳥はどんな鳥がいました？ですね、シジュウカラ、一番来るのがメジロです、うん、それからシジュウカラとヒヨシですね、うん、はい、あ、スズメも来た。あ、もちろんそうです。スズメいっぱい来ちゃう。はい、はい、夏場は何をするか、まあ、虫カフェとか。いいですね、何かあればいいアイディアがあれば。そうですね、はい、今日ね、あるいは本当に犬仲間ですから、はいはいはい、ドッグカフェちょっと、あ、そうですね、ワンちゃん連れで OK みたいな、はい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 、ということでグレートティッキさんお邪魔しました。残念ながらね、もう今年のシーズンはもうこれで終わりになるんですけれども、まあ来年以降もまたやっていただけるんじゃないかなと思います。なかなか暖かくなってきちゃうとね、鳥さんたちもここにわざわざ餌食べに来ないで自然界に食べちゃうんでね。ということで、美味しいマフィンを食べにまた来年来たいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。